ダニーロ・ルイス・エイリオ・ペレーラは、ギニア・ビサウ・ビサウ出身のサッカー選手。ポルトガル代表、パリ・サンジェルマン FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。リスボン周辺のクラブで、ユース時代を過ごし、2008年に SL ・ベンフィカの下部組織へ入団。しかしトップチームには昇格できず、2010年に、イタリアのパルマ FC へ自由移籍で加入。 2011年冬の遺跡市場で、ギリシャのアリステッサロニキへレンタル遺跡し、AE ・ラリッサ戦でプロデビューを果たした。2012から13シーズンには、オランダのローダ・ジェイシーへ、再びレンタル遺跡し、31試合に出場した。2013年8月、CES ・マリティモへ遺跡。8月18日の SL ・ベンフィカ戦で、ポルトガルデビューを果たした。 2015年7月3日、FC ポルトへ4年契約で完全一席。2020年10月5日、パリ・サンジェルマン FC へ2021年6月30日までのレンタル移籍が発表された。契約には買取オプションが含まれている。2020から21シーズン終了後、買取オプションが行使されパリ・サンジェルマン FC に完全一席。 2025年までの契約を結んだ。2015年3月31日に行われたカーボベルデとの親善試合でポルトガル代表デビューを果たした。2016年6月8日のエストニアとの親善試合で代表初得点を挙げた。UEFA ユーロ2016では開幕戦のアイスランド戦を含む4試合に出場し、ポルトガル史上初となる UEFA。 欧州選手権優勝に貢献した。ありがとうございます。